日本チャンピオンのケンシロウです、次は日本の防衛戦と東洋タイトルがかかっているので絶対勝ちます。これからちょっと研究していきます。僕はあの動画は何回も出るんですけど、はい、もう今日は第一印象もすごい、まあ、チャンピオンに失礼ですけど好成績という感じで、はい、もういい試合ができたらいいなと思います。はい、姫路木下ジムの大内俊真です。次戦、日本タイトル東洋タイトル挑戦決まりました。頑張りますので応援よろしくお願いします。田口選手と宮崎選手が試合をするので、まあ、その勝った方どちらかと